時刻は12時になりました。シエスタヨミタン FM ランチほんわかな暮らし。毎週水曜日お昼担当は私、金城玲子がお届けいたします。 まずお天気からです。本日11時沖縄気象台発表の天気予報からご紹介いたします。えまず天気概況です。沖縄地方は前線や気圧の谷の影響で曇っており、弱い雨の降っているところがありますが、沖縄本島地方は雲の隙間で晴れています。26日は沖縄地方は前線や気圧の谷の影響で曇り、ところにより一時雨が降るでしょう。なお沖縄本島地方は 次第に晴れる見込みです。27日はえ沖縄本島地方や大東島地方は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。先島諸島では気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の天気となる見込みです。沖縄地方の沿岸の海域では波がやや,や高く、大東島地方ではうねりを伴うでしょう。 なお、先島諸島は次第に波が高くなる見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してください。本日のお天気です。北の風のちやや強く晴れ。昼過ぎから夕方曇り。 波は1.5メートル、後2メートルの高さとなっています。お天気の方は晴れのち曇り。降水確率この後夕方6時まで20%。夕方6時から深夜12時までは10%となっています。最高気温は26度ということで、昨日よりも若 かん、涼しくなりましたね。まだまだ暑い沖縄県ですけれどもね。朝の最低気温がまだ20度もあるということで、暑い一日、蒸し暑い一日となりそうです。えどうぞ、えー、ね、秋から冬になってきているとはいえ、どうぞ皆さん水分の補給など気をつけてください。それではシエスタヨミタン、FM ランチ、本枠な暮らし。まずオープニングの曲お届けいたします。ケニージーで You are beautiful. はい。えー、お届けしました曲は、ケニー・ジーで、You are beautiful お届けいたしました。えー、皆さん、改めまして、こんにちは。金城玲子です。お昼の一時、いかがお過ごしでしょうか今頃、皆さんはね、どんなお食事、召し上がってるんですかまだ、それとも、お昼の時間をね、えー、お仕事をなさっているのか、どちらかでしょうかね。えー、快適なドライブをなさっている方は、今日はどこにランチに出かけられるんでしょうか それともね、えー、現場でお仕事なさってる皆さんは、お弁当屋さんが車でね、えー、来て、そろそろそのお弁当を買って、お昼をどこかで食べている方いらっしゃるかもしれませんね。えー、そんなお昼のひととき、毎週水曜日をお届けしています。シエスタヨミタン f m ランチ、ほんわかな暮らし、えー、近所城玲子がお届けしてまいります。えー、それではね、11月のもう、いよいよ、末になってきました。 明日は私、えー、なんと誕生日なんですよあ、ね。ラジオをするようになってからね、えー、本当にあっという間の月日が流れるんですが、えー、28歳で沖縄に来て、もうかれこれ、ずいぶんの年、ね、ずいぶん年月が過ぎましたけれどもね、ただね、11月、私が生まれた時は寒かったんだよというのはね、よく母に言われるんですよ。本当にね、当時、えー、そんなに立派な産婦人科もなく、 隙間風のピューピュー吹く中で出産をしたとかね、えー、そういう話を母から聞いたりもするんですけれども、えー、今の産婦人科ってねとっても素晴らしいですよね施設はもちろんのこと待遇が本当にお姫様のような扱いをしてくださいますよねお料理ももうその時だけしか食べれないっていう豪華な料理も召し上がったりすることもできながら、えー、本当に楽しい 楽しい。大変だけれども、その一時だけは、最高のね、ママにさせてもらえる空間なのかもしれませんね。でも、最近は財婦人科というのもね、あのー、本当に、まあ、立派なものはもちろんいいんですけれども、自宅で出産したいという方もいらっしゃいますよね。そして、助産婦さんに、えー、私の、 えー、産んだ子を受け取ってほしいということで、いろんな方々が、えー、いろんな形で出産されていらっしゃるようですけれどもね、沖縄県だけは、沖縄、あの、全国の中でも出産率っていうのが、えー、常に上昇しているということで、本当に全国から表彰状をもらえるぐらい、素晴らしい、ね、子育てのしやすいまた場所ではないかなと思います。 えー、また沖縄にね、来られていらっしゃる皆さんも、そして地元の皆さんも、ね、ぜひ、11月の下旬、ちょっとね、暑いとは思いますけれども、快適なね、えー、一日をお過ごしいただきたいと思います。えー、今日皆さんに BGM でおかけしている、えー、アルバムなんですけれども、これはね、おととい、えー、ちょっと那覇テラスの方に、えー、仕事の帰りに行きまして、そこで購入してきました、I miss you so という、ド、えー、ゥレ、 ラガッツィさんというね、クラシックバストロンボーン奏者とジャズピアニスト、ベーシストが沖縄で出会い、スタンダードジャズの数々を大人の色気と色気でいざなうということで、3人の男たちの奏でる甘く切ないラブソングを、えー、1枚のアルバムにしたものということでね、沖縄ではとても有名な、えー、3名の皆さんの えー、アルバムを今日は BGM で。これ、あの、いずれライブラリーの方にも入れようかなと思っているんですけれどもね。皆さんに今日はこれを BGM でお届けしながら、えー、今日1時間お届けしてまいりたいと思います。えー、それではね、えー、ここからは、えー、このコーナーをお届けいたします。 時刻は12時11分。 分え、毎週水曜日、この時間は、読谷孫立図書館の情報をお届けしております。え、今日はね、ちょっと少し時間的に、あの、中途半端な時間になってしまったんですけれどもね、えー、今現在、読谷孫立図書館の方は、特別整理期間ということで、休館を、えー、しているということで、28日、金曜日まで、えー、お休みとさせていただいています。えー、ということで、 えー、読谷村立図書館にね、あのー、皆さん行かれても、残念ながら、今現在休館となっておりますので、よろしくお願いいたします。えー、ただし、図書館資料の返却は、返却ポストまでできます。そして、AV 資料、CD、DVD、VHS の返却などは、29日以降に、直接カウンターへお願いします。ということで、えー、皆さんにご情報をお届けいたします。読谷村立図書館は、二、えー、28日、えー、まで、 休館となりますが、それ以降は皆さんぜひね、お問い合わせいただいて、通常通りの開、えー、館となりますので、お問い合わせして足を運んでください。えー、お問い合わせ先です。読谷村立図書館9583113、9583113となっています。開館時間は月曜日、そして水曜日から金曜日、午前10時から午後7時まで。 土曜日と日曜日は午前10時から午後5時となっています。休館日は通常ですと毎週火曜日、祝祭日、毎月第4木曜日、えー、これは資料の整理日となっていますのでよろしくお願いいたします。 えまたね、整理整頓をきちんとされた読谷村立書館で新しい本などもぜひ皆さん手に取ってみてくださいね。えー、いろんな本が入ってきています。ぜひ皆さん、えー、お手に取ってみてください。最近はですね、えー、これがちょっと入館してるかどうかわからないんですが、最近、えー、昆虫の、えー、本が とてもなんかベストセラーになってるぐらい話題になってるということなんですけど、昆虫の生態系がこんなにも複雑化していて面白いという、そういう本があるそうなんですよ。えー、昆虫の本かなんかでちょっとネットで検索していただいたらわかると思うんですが、えー、これね、昆虫って、えー、あの、例えば今現在畑って皆さんね、無農薬って っていう場合、多いですけれども、農薬をねむやみやたらに散布できないということが分かったそうです。なぜな,なぜならば全ての むえー、虫が死んでしまうと、生態系に大きな影響を与えてしまうということで、本当にね、えー、奥深い、人間の想像を超えるほど、えー、昆虫というのは奥深いものがあるそうです。ぜひね、これも、えー、多分、図書館入ってるんじゃないかなと思いますので、えー、あちらに行くと検索キーがありますので、そちらの方で検索をしていただいて、昆虫の方、ぜひ探してみてください。えー、それでは一旦 CM を挟みまして、続いてはお料理のコーナー、お届けいたします。 時刻は12時17分を回りました。シエスタヨミタン FM ランチ、ほんわかな暮らし。FM ヨミタンのスタジオから生放送でお届けいたします。それでは、ここからね、皆さんにお料理のレシピなどをご紹介していくコーナーとなっています。さて、そろそろね、秋の味覚とはバトンタッチ。えそろそろクリスマスケーキね、予約だったりとか、えまたクリスマスの飾り付けをなさっているご家庭があったり、えまたもう 早速、いち早くおせち料理を注文なさるご家庭もきっと増えてきたのではないでしょうか。えそして、年賀状を申し込んだり、えまた、えお歳暮を準備したりということで、このえ11月の下旬から12月いっぱいにかけては、本当に忙しい日々を皆さん、お過ごしになられると思いますえ。特にね、車も多くなってきますので、どうぞ皆さん、安全運転にお過ごしになられてくださいね。 えそれでは、えー、12月、ね、いよいよクリスマスも、えー、イベント尽くしという風になりますけれども、いいですよね、こうやって1年の中でいろんな行事を過ごすことができるという。え最近ではハロウィンに日本が力を入れるようになりましたが、これまではクリスマスやお正月、 ね、そして地方によってはお雛様沖縄こそねお雛様の風習ってあまりね、えー、ないんですけれども最近はやはりね日本の文化を、えー、もっともっとということで飾り物だけでもされる方とても増えたようですね、えー、今日は皆さんにね、えー、この時期からならではの、えー、お料理などをいくつかそしてクリスマスにも使えるようなお料理をご紹介いたします、えー、まず皆さんメモの用意お願いいたします 先月もね、ちょっと話をしたと思うんですけどね、さつまいも、うん、さつまいもってとってもね、美味しい時期になりました。ビタミン C が多くて、食物繊維もとても豊富ですけれども、沖縄だけあるのが、一年中、焼き芋がありますよね。この焼き芋を使って、皆さんぜひ、ポタージュを作ってみてください。ね、コーンクリームスープとか、じゃがいものビシスワーズ、こういったものは、皆さんよく召し上がると思うんですが、さつまいもをポタージュにするって、皆さんしたことありますか え今日は焼き芋と、そして牛乳、豆乳、生クリームを使ったポタージュをご紹介いたしますえ。これは牛乳や豆乳、生クリームがなくてもえ、牛乳だけでも OK。そしてアレルギーのあるお子さんは豆乳だけでもできるレシピとなっています。では材料からご説明します。材料、焼き芋 300g、牛乳2カップ、豆乳 50cc、生クリーム 50cc、 チキンコンコソメ1個。これだけです。まず焼き芋は皮をむいてマッシャーで潰します。私はね、皮は食べます。えー、このポタージュには向かないので皮をむいて皮は食べます、えー。この皮の成分におなら防止というのが皆さんあるの知ってましたかそして実は皮と身の間に一番栄養があるのです。そして2番目、ミキサーに えー、焼き芋と牛乳を適量加えてピューレにしてください。もしミキサーがない方は焼き芋をずっとね、マッシャーで潰しながら水分を入れてってください。少しずつ水分を入れないと分離してしまいます。そして牛乳、豆乳、生クリーム、チキンコンソメを加えて火にかけて味を整えたら出来上がりです。えー、飲むスープから食べるスープまで、えー、ぜひこれはアレンジしてください。えー、食べるスープにしたければ 水分を抑えていただく自分の好みの硬さになったところで火を止めていただいて子どもさんの離乳食などにも、えー、召し上がっていただくといいんじゃないかなと思いますぜひねお試しください、えー、普通のさつまいもからするのではなく焼焼きき芋芋を上手に使ったたたのポタージュ、えー、ご紹介いししました、えー、続けて、えー、皆さんにご紹介するのはえー、っとですね今日は。 簡単なんですけれども、クリスマスにも向いているという。炙りサーモン。エビとアボガウトのタルタルというのをご紹介します。まずスーパーによく炙りサーモンと言ってますよね。刺身のコーナーに。なければ普通の生のお刺身とか残ったもので結構です。それが二分の1パック。茹でエビが二分の1パック。これはなければもう茹でてカットしてもらったらいいと思います。そしてアボガドが1個。これが生のもので用意していただくものですね。 そして、マヨネーズと、えー、バジルペースト大さじ1。えー、炙りサーモンと茹でエビは1センチの角切り、コロコロサイズに切っておいてください。そして、アボガドも同様に切ってください。ボウルに、この、えー、サーモンとエビ、アボガドを入れてバジルペーストを加え、マヨネーズで和えれば出来上がりです。これを素敵なワイングラスなどに入れて、 炙りサーモンとエビのタルタルということでちょっと出してみてはいかがでしょうか。上にね、例えばミントとか、えー、チャービルとか、そういうハーブ系を飾っていただくと、またちょっとね、おしゃれですよ。えー、そしてその次、超簡単にできる少しおしゃれなお料理。野菜とローストビーフのポン酢和えです。えー、これは市販のものを上手にうまく使っていきます。まず、えー、茹でた野菜、ブロッコリー、カリフラワー、パプリカ、 ヤンン、グコーンオクラなど彩りのいい野菜ね目から見ておいしそうな野菜を使ってくださいえそして乗、えー、っけてジュレポン酢というのがスーパーに売ってますはい、えー、普通ねあのポン酢に、あのー、ゼラチンとか寒天を入れて固めたものでもいいんですけれども皆さん忙しい時に、えー、作るの大変という方は是非、えー、こういう市販のものを上手に使ってください、えー、そして飾りにピンクペッパー えー、そして、えー、ローストビーフ。これはですね、スーパーに売ってます。必ずに、お肉のコーナーに。で、茹でた野菜はすべて1センチ角に切ってください。ローストビーフは食べやすい大きさに切ってください。そして、えー、野菜とローストビーフを、えー、この、え,ー、あえうまくきれいに彩りよくあえて、器によそってください。上からポン酢のジュレをかけて、ペッパーをつ、えー、ペッ、ペッパー、ペッパーって、ペッ、 ペッパーを散らせば、出来上がりです。はい、えー、めんつゆ二百五十 cc にゼラチン五グラムで固めて、美味しいめんつ,れ、えーえー、つゆジュレを作ってもらってもいいですよ。えー、ぜひ、お試しになってくださいね。はい、えー、ということでね。今日は、皆さんに、えー、美味しい、美味しいクリスマスにも使えるような、えー、レシピをご紹介いたしました。それでは、えー、CM までお届けいたしましょう。中島美雪さんで。 時刻は十二時三十一分になりました。シエスタヨミタン FM ランチ、ほんまくな暮らしお届けしていますえ。ここからのコーナーは動物愛護のえコーナーとなっていますえ。皆さんにね、動物を飼ったら最後まで一生え大事に。 家族の一員として勝ってもらいたい、そんな思いで始めたコーナーですえ。皆さんにはできるだけ楽しいお話ももちろんなんですが、現実を知ってもらって、えそれを皆さんそれぞれの胸の中で受け止めてほしい、そんな時間にしたいなと思っています。どうぞ皆さんお付き合いください。えそれではまず、えー、今日から えー、イベントが合っているので、ちょっとこちらをご紹介いたします。先日、11月の20日から23日まで、読谷村の水園さんでイベントが合ってました。えー、n p o ワンズパートナーの会の皆さんによる、えー、まあ、上都会だったり、えー、それから、えー、物品販売だったり、いろんな企画をね、されていた中で、えー、今日はですね、えー 今日から12月の8日まで、えー、沖縄市にあります、ロギさん。私、ここ行ったことあるんですけど、とっても素敵なカフェです。こちらの方で、えー、イベントが行われていますので、ぜひ足を運んでくださいね。えー、アーティストの方のグッズだったりとか、えー、そして、えー、雑貨とか、そういったものなどもね、 皆さんにご紹介をしつつ、犬や猫の殺処分が、減ることを願って企画されたというイベントとなっていますので、ぜひこちらの方、連絡の方してみていただきたいと思います。連絡先の方ですが、NPO 法人、ワンズパートナーの会の日賀さんの方まで連絡の方してみてくださいね。インターネットなどの方ありますので、そちらの方ホームページからぜひご覧いただきたいと思います。例えば、 勝ったけれどもしつけができなくてどうしたらいいのかなとか、あと、えー、フィラリア、ね、えー、本当にこの蚊が、えー、この血液の中に入るとですね、蚊が刺した血液がこの中に入ると心臓の方で本当にね、そうめんみたいな、えー、フィラリアという、えー、ものがこう成虫、寄生虫が生 成長してそして最後はね、本当に、えー、命を奪ってしまうというぐらい、もう本当に怖い、恐ろしいフィラリアというのがね、沖縄の犬は大半がかか,か,かっているというふうにも言われていますけれども、フィラリア予防薬などもあります。また、えー、狂犬病の注射とかね、こういったもの、いろんな犬や猫を飼ってわからないことなどは、ぜひこういった機会に聞いてもらうのもいいかもしれませんね。また会などもね、えー、積極的に行われれてているところでですのの連絡の方されてみて ください。こちらの方連絡先はゼロ九ゼロ八二九三七三八八ゼロ九ゼロ八二なえ九三七三八八となりっています。えー、そしてね皆さんにちょっと嬉しいお知らせがあるので一つご紹介しましょうね。えー、こちらはですね、えー、犬は通常。えー 飼い主さんがいらっしゃらなかったり、一人で散歩している犬など、首輪をつけていても捕獲されます。えー、動物愛護センターに保管されて、捕獲されてから約5日間で殺処分をされてしまいます。そんな中で NPO ワンズパートナーの会というのは、動物愛護センターの方に行って、積極的に、えー、センターに収容された犬をできるだけ引き取り、そして、えー 病院などで手入れをして、えー、里親募集会に出したりする、そういう活動をなさってるところなんですが、ここでですね、読谷村の N さんという方が、処分される直前のね、プードルの、えー、オス、2歳のワンちゃんを、N さんの、読谷の N さんの依頼によって、引き取られたということでね、写真が載っていました。ボロボロのプードルなんですけれどもね、本当に可愛い犬なんですが、えー、本当にこうやって、 1一匹でも命をね、ここからあの引き取ってくださるっていう、こんな嬉しいことはないですねということで、読谷村の N さん、ただただありがとうということで、えー、このワンズパートナーの、えー、方がね、お礼を、えー、記事で投稿されています。前回ですね、えー、似たような件があったんですけど、もしかしてこの読谷村の N さんかもしれませんが、えー、シャツ処分される寸前の犬を引き取って、その日、 えー、残念ながらパルボという感染病にかかっていてその日亡くなってしまうというそういう現実があったんですねでも私はやっぱり最後に温かい人の手のぬくもりの中で命をね、えー、全うしたこのワンちゃん幸せだったんじゃないかなと私はそのように受け止めたんですけれどもねぜひ、えー、里親浄土会こういう里親募集会というのは今現在いろんなところで行われています テレビなどでね、犬は可愛い、猫は可愛いって言ってますけれども、じゃあ可愛いからって次の日、ペットショップに買いに行く。これもいいかもしれません。でも、命のこと、えー、向き合いながら、家族でしっかりと話し合いをして、そして、じゃあどこで、ね、ワンちゃん、猫ちゃんもらいに行こうか、ということで、買うのはね、お金貯めればできますけれども、えー、こういう悲しい現実で、えー、殺処分される直前の犬や猫を、えー、譲渡会で、 譲り受けるというのもいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん、あの、皆さんの心の中に、えどこか、あ、上都会でもらおうかなという思いがあるのであれば、えインターネットを今、とっても便利ですから、検索して、えー、一匹でも亡くなる命をね、助けてあげていただきたいと思います。えそんな中、ちょっと皆さんに悲しい現実をご紹介いたしましょう。 え、先日大きく新聞でも、そして週刊誌にも取り上げられてましたね。箱の中に衰弱した犬を寿司めにして5時間開けたら死んでいたという。これは栃木県に持ち込まれた、えー、犬。 なんですけれどもね栃木県の人がしたわけではないので皆さんちょっと勘違いしないでくださいね栃木県で70匹余りの犬を捨てたのは私です関連する業者の皆さんや愛犬の方々には本当にご迷惑をおかけしましたって言ってこれは週刊誌に取り上げられているあのーえー、この犬をですね100万円で雇われて搬送した方のこれ犯人なんですけどね、えー これまで関東圏のペットショップ数点を点々としていたけれども、えー、現在はこの方は無職らしくて、えー、この方はですね、えー、10月31日と今月5日、栃木県宇都宮市と中川町で相次いで発見された約70匹の犬の死骸。えー、栃木県警は現在、えー、廃棄、廃棄物、これが廃棄物処理。こういうのが、またね、日本の法律ではちょっと引っかかるんですよね。廃棄物という、 この扱いね、えー、命なのにっていうふうに思いますけれどもね。あと、犬を拾ったら落とし物がかりとかいう、こういう行政もちょっと不思議だなと思う部分があるんですけれどもね。えー、これは愛知県内のブリーダーから、ブリーダーを辞めるから犬を引き取ってほしいと電話で依頼されたということで、えー、2歳から5歳ぐらいの政権で、トイプードルやチワワ、ミニチュアダックスフンド、<laughs> それからミニチュア、えー、シュ、 シュナウザーなど7種類、それぞれ10匹ぐらいずついました。引き取る費用としてブリーダーから100万円を受け取りました。10月28日、A 氏は2トントラックを借りて、荷台に工事用パネルで犬用の箱を3箱作り、知り合いのペット業者に連絡し、引き取った犬の里親や保護先を決めた上で愛知に向かった。 ところが、愛知に行って犬を見たら、皮膚病にかかったり、痩せ細った犬が何匹もいた。もともとずさんな飼い方をするブリーダーで、私も何度か注意しましたが、改善されていなかった。でも、そのまま犬を放置すると捨てられると思い、引き取ることにしたんです。 衰弱していた70匹の犬を3箱に押し込んだら、それだけで余計に弱ってしまうはずだが、A 氏は70匹を1匹ずつカゴに入れるスペースがなかったので箱に入れた。天気は良かったし、え空気穴を作り、蓋の板にスペースを開けていたので、半日なら大丈夫と思ったという。だが、犬を引き取ってから5時間後、箱を開けてみると、すべての犬が死んでいたという。吠える声が聞こえないし、 静かで様子がおかしいと思ってみると、どの犬もピクリともしなかった。熱中症と酸欠が原因かもしれません。やばい、どうしよう、と、こんな犬の運び方をしなければよかったと悔やみました。すでに死亡した犬を、A 氏はそのままトラックに乗せ、栃木県に戻ったが、えー 以前訪れたことのある絹川河川敷に行き、ゴミ焼却場に持って行こうかとも思ったけれど、70匹の犬を持って行くと騒ぎになると思い、断念した。業者で仮装すると250万から300万かかる。それなら土に返してやろうと思って河川敷に行ってしまった。今思えば処理する方法はいくらでもあったのに。 ということです。えー、そして、この河川敷の方に40匹を捨て、えー、河川、中川町の山中で30匹余りを捨てたということで、えー、箱から1匹ずつ取り出して放り出しました。あの時の匂いを忘れられない、恨まれる、呪われると思いました。えー、僕は犬が好きなのに捨てたというふうに、えー、書いているんですけれどもね。 えー、こういう、えー、ところの根本的なものを変えていかないと、えー、やはりこういうのは減らないと思いますね。そして2歳から5歳ぐらいの生犬のトイプードルやチワワ、えー、これは繁殖のためだけに、えー、使用された犬というふうに取り扱っていただいた方がいいと思います。えー、ブリーダーで、えー、現在はだいぶ規制はされてきたとはいえども、日本の法律ではまだまだこのブリーダーの規制が甘いと言われています。えー、そして、 えー、繁殖その流行りの犬を、えー、欲しがる人がたくさんいるというのも事実ではないでしょうか確かにかわいい、えー、そしておもちゃのように愛くるしいというのは事実だと思いますけれどもその背景に本当に可愛いい犬を作るためだけに無造作に、えー、計算された、えー、親犬たちがいるというそういう現実も皆さんに知っていただきたいなと思います。 そして以前、ハスキー犬とかゴールデンレトリバー、それから、えー、いろいろな犬がたくさんブームでいましたよね。そして多くの方々も思い起こされるのが、あのハスキー犬、ね、これは本当に寒いところで過ごす犬であったり、また運動量が本当に半端ない犬と言われていました。ということで、えー、一旦飼勝ったけれども怖い。 ね、目が怖いとか、運動量がすごく多くて手がかかる。そういって、どれだけの方が捨てら、捨ててしまったのかっていう現実は大きく新聞でも取り上げられたような気がします。飼う前に、この犬の種類を調べるというのもとても大事なことだと思います。そして、この犬がどれぐらい、えー、どういう性質であり、えー、犬によっては体臭があったり、毛が抜けたり、毛が抜けなかったり、様々です。 ね、飛行機で、えー、旅行をする時にもどうするのか、ね、ホテルに預けるところはあるのかそれとも近くで預かってくれる身内の人がいるのかそういう、えー、ことも背景に入れながらやはりね動物っていうのは飼っていかないといけないなと私は思いますけれどもね皆さんはいかがでしょうか えー、最後になりますけれどもね、えー、今現在、えー、揺れる尻尾の子犬、キララという本、まだね、私、途中なんですけれども、えー、この、えー、犬の話は、殺処分される直前の犬、これをね、引き取って、命の授業をしている方がいらっしゃるんです。はい、えー、そしてね、この方は、えー、小学校や中学校で命の授業を行っています。そして、後日、子どもたちの感想文が郵送で自宅に届く。 えー、本当にもらった数は段ボール数箱以上にななるとということなんです、えー、そして、えー、この命の大切さというのを本当に直接聞くことによって子どもたちの意識がやっぱり変わっていく,なんいくんだそうです。大切なことを決めることができるのは人間だけ。 ならばすべての生き物の心がポカポカになる決まりごとを作るのも人間だということを実在した捨て犬、キララを通して伝えることができると考え講演会を始めたそうです。今でも多くの犬、猫がキララたちのように捨てられ暗い部屋の中に入れられ殺されてしまいます。とても悲しいことですが、こうした世の中を作っているのも人間です。 皆さんは大人になったらどんな決まり事を作る人間になりたいですかっていうことでいつも問いかけをするそうです。えこういったね、えー、話題を皆さんに情報などを、えー、この番組の中でご提供しながら一匹でも多く犬や猫が救われてね、殺処分される日が、えー、遠くはないということを願いたいなと思っています。えー、以上お届けいたしました動物愛護の、えー、コーナー。 えー、シエスタヨミタン FM ランチお届けいたしました。 時時刻は12時46分を回りまましししたシエスタ,ヨミタンランチほんわかな暮らしお届けしています、えー、それではね、最後のコーナーになりましたね、皆さんね、えー。ここで最後のコーナーは、宮崎中央新聞のコーナー、皆さんにお届けしていきましょうね。えー、今日は、えー、人に必要とされる会社を作るという、えー、そういうご紹介を皆さんにご紹,、えー、ご紹介していきましょうね。 万象製薬株式会社代表取締役社長松浦信夫さんの記事からご紹介いたします。日本人って真面目であることを良、えー、しとします。もちろん真面目であることは素晴らしいことです。でも楽しんだらあかん。仕事は厳しくて辛いからお金がもらえるんやという人がよくいるんですが、本当にそうかなと私は思うんです。例えば、 子供が子供でいる期間というのは極めて短いですよね。極め、えー、しかし、子供が大きくなってから親子の絆を作ろうと思っても絶対にうまくいかないと思います。ですから会社のことを英語でカンパニー、カッコ仲間というのであれば、せめて子供が小さい時ぐらい会社は家族と過ごす時間をきちんと社員に提供するべきだと思うんです。それから社会貢献活動も非常に大事です。私もかつては中小企業に えー、社会からの要請なんてものは存在しないと思っていたんですが、日本経営品質賞を取るに際して、地域貢献という項目があったので、まずはゴミ拾いから始めることにしました。ある日、社員と一緒にゴミ拾いをしていたら、彼が僕にこう言ったんです。社長、こんな暑い日にゴミなんて拾わせてたら、えー、顧客満足は上がるかもしれませんが、従業員満足は下がりますよ、と。 それから数週間後、彼が缶コーヒーを持ってきて言いました。ゴミを拾っていたら、近所のおばあちゃんが、いつもありがとうと言って、これを僕にくれたんです。この日から彼は、環境活動に目覚め、日本環境大賞で優秀賞を取るようになり、いろんな防災活動もするようになりました。この時、私はこう思いました。あのおばあちゃんは缶コーヒーを彼にあげたかったのではなく、いつも家の前を掃除してくれる、えー、 制約という会社の人にあげたたかったんだしかしそのことで彼自身が変わったつまり社員は会社の仕事だけ成長するんじゃない仕事以外のことで仕事以外の人に認められた時に成長するのではないかとだから私は企業の社会貢献活動は必要だと思っていますね FMO みたもいつも、えー、そういう地域とかね社会貢献っていうのを考えながらしている授業だなと私も えー、ここに勤務しながら思うんですけれどもね私はいつもこう思っていますまずは自分が元気になろう次に隣の席の人を励まそうその上でお金を稼ぐことを考えようでもお金を稼ぐのは社長である僕の仕事だからあまり僕の仕事を取らないでくれとこれが今日本では反対になっていますまず稼げ お前の自分探しは自分でやってくれ。うちの会社にはそんな余裕はないんだと。そんな現状に社会の役に立つ人になりましょうというキャリア教育を受けて育った若者たちは自分の考えと違うと言ってやめていくんです。これはおかしいでしょう。教育でしっかりと、 社会をより良くするために仕事をすると教えられた若者たちにそんなことよりも1円でも多く稼げという会社ばかりの世の中ってどこか間違っていると思うんですそのためには社会的な活動を企業の中に少しでも増やしていって同時に設けることも、えー、考えていくそうすると、えー、いいと思うんです僕は本気でそう思っていますそのためにも もっと本気でぶつかり合うことが大事だと思うんです。お互い本気でぶつかり合った先に納得して行動できる本当に素敵な未来が待っていると思うんです。ぜひそんな会社を少しでも増やしていきましょう。ということで書いてますよね。はい。えー、いつもね、この宮崎中央新聞を、えー、拝見しながら思うことは 読みながら本当に自分の中に落としていくことができるということと、自分の今いる立場ではどうなのかな、会社の中ではどうなのかなっていうことをね、客観的に見ることができる。それがね、私にとってはすごくプラスになっていますね。 えそして社長さんの考え方一つで社員というのはね大きく影響されていきますそして社長も、えー、スタッフももちろんなんですけれどもお互いにやっぱり学び合える場所っていう環境ねこれはお互いに尊敬し合って尊重できるからこそ生まれるもののような気がしますねね皆さんいかがでしょうかはい、えー、私がいつもおすすめしているこの宮崎中央新聞ですけれども、えー 4回分無料で、えー、定期購読する前に視聴、えー、読むことができるので送っていただくことは可能ですよ。ぜひ皆さんぜひ問い合わせしてみてくださいね、えー。宮崎中央新聞でネットで検索したら出てくると思いますし、電話番号は0985-532600で、えー、電話してくださればいいと思います。えー、近所の紹介って言って,てもらえればいいんじゃないかなと思います。うんえー 4回で1000円なんですけど、とっても多分ね、私からするとお得です。で、えー、月に4回が楽しみになってくると思いますので、ぜひ皆さんね、えー、こういういいものをね、えー、読んで、えー、本を読むのは難しいかもしれませんけども、こういう新聞、ね、短い新聞を読んで、そして多くのことを自分の中に取り入れてみる、そういうのもいいかもしれませんね。 えそれでは1時間お届けしてまいりました。シエスタヨミタン FM ランチ、ほんわかな暮らし、いかがでしたでしょうか来週もこの時間、この場所で皆様にお耳にかかります。それでは皆さん、来週までごきげんよう。さようなら。